北京市中間村にある IQ ゲイ送信大会 ITE は中華人民共和国のビデオオンデマンド及び動画配信サービスであり100度参加のオンラインエンターテインメント企業である2010年4月に大手検索エンジン企業100度よって企業として開始2011年1月ライセンス違反が発覚し国家ライセンスを保有する100度ビデオのライセンスを 共有する形で問題を解決した。2011年11月、運営会社を、北京カナエ新天下家に有限講師から、国家ライセンスを所有する、北京新ツラシ新、伊沢広告伝中田自由限講師に変更し、地位から愛地位にリブランドされた。権利者との契約に基づき、中国本土以外からは、ドラマやアニメ、映画の正規コンテンツは視聴できないようになっている。 他の動画共有サイトと同様に、日本のアニメ作品が、海賊版や違法 o アップロード防止として、制作局が、中国の総代理店を通じて、正規配信されている、中国語字幕付きのコンテンツもあり、中国語吹き替え版も配信されている。なお、これらの一部については、視聴には、VIP 有料会員に加入する必要がある、コンテンツもある。360度ビデオに投稿。 再生に対応している。日本のニコニコ動画のように動画上にコメントが流れる弾幕機能がある。2009年11月、100度が、K、マン諸島に、持ち株会社ディングシン、インクを設立。2010年1月、ウが100度のオンラインビデオ会社の CEO に就任。29日、北京カナ新天化技有限講師を設立。2010年2月、動画サイト名。 地位を発表。2010年2月、アメリカ合衆国の投資会社プロビデンスエクイティパートナーズから資金調達。2010年3月、中国の完全子会社北京地位、センチュリーサイエンステクノロジー CO、リミテッドを設立。2010年3月29日、木のベータ版をリリース。2010年4月22日、木を正式リリース。 2010年8月、リングシン、インクからチー・イー・ドット・コム、インクに、社名変更。2011年11月、北京新進、特限告げ中立有限講師の支配権を取得。2011年11月、アイ・チー・イーにリブランド。2012年5月、北京新進、特限告げ中立有限講師が、北京期鍵有限講師に改名。2012年7月、 中央公派電子総代やチャンス商工派電子総代と共同で銀型外、スラネモ電子を設立。その後、セットトップボックスやスマートテレビで視聴可能なアプリ、銀型機以下の提供を開始した。2012年11月、100度がプロビデンスエクイティパートナーズの IGE 株式を取得。2013年5月、百度がプップストリームインクの オンラインビデオ事業を買収し、i t e に統合。2014年12月、i t e ピクチャーズ CEO リミテッドを設立。2016年3月29日、台湾版を開設した。2017年4月25日、Netflix とオリジナル作品のライセンス契約を締結。2017年5月、k m マン諸島に、 完全子会社である IGE フィルムグループ、リミテッドを設立。2017年6月、IGE フィルムグループ HK リミテッド、北京 IGE シネママネージメント c o リミテッドを設立。2017年7月、北京 IGE ニューメディアサイエンステクノロジー CEO、リミテッドを設立。2017年11月、CE.com インクから ITE インクに社名変更。2018年3月 ITE インクがナスダックに上場。2018年7月17日にゲームメーカーのスキムーンズインクおよびチェンドゥスキムーンズデジタルエンターテイメント CEO リミテッドを買収。2020年8月13日 ITE は2019年の 収益を最大40%水増ししていると非難したウルフパックリサーチが2020年4月に発表した報告書をめぐりアメリカ金融市場規制当局の調査を受けていることを明らかにした2020年10月15日台湾市場から撤退 iCE Inc. のビジネスは iCE の有料会員からの課金収入オンライン広告収入 サブライセンスや ITE、オリジナルコンテンツの外販から得た、コンテンツ配給収入、その他で構成されている。2019年の年次報告書によると、有料会員収入144億人民元、広告収入82億人民元、コンテンツ配給収入25億人民元、その他収入37億人民元、年間総収入289億人民元、 純損失百二億人民元で未だ投資段階である。ありがとうございます。